トーマス・ジェファーソンは、アメリカ海軍の E3 アレン級原子力潜水艦の5番艦。艦名は、第3代大統領トーマス・ジェファーソンにちなんで、命名された。その名を持つ艦としては2隻目である。トーマス・ジェファーソンは1961年2月3日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所で寄港した。1962年2月24日に、 ロバート・エス・マクナマラ夫人によって、命名、浸水し、1963年1月4日に、ブルーハン艦長オレオミアチラスバン中佐、ゴールド班艦長、チャールズ・プリースト・ジュニア中佐の指揮下収益する。ブルー、ゴールド・ヤンバンの乗組員による、成長訓練及び建造所による、信頼性確認期間の後、トーマス・ジェファーソンは10月前半に、 第14潜水戦隊に配属された。1963年10月28日、ブルーハン上院が乗り組最初の戦略抑止紹介に、出航、12月に、スコットランドのホーリー・ロッハホで巡航を完了した。続く4年間ホーリー・ロッハホを拠点として、紹介を続け、第14潜水戦隊の機関任務も務めた。1966年には、 コネチカット州、ニューロンドンに帰還し二度の訓練と回復期間を経験する。1967年1月12日に15回目の抑止紹介を開始し、紹介を完了するとニューポートニューズ造船所に入居、最初のオーバーホールと燃料交換を行った。1968年6月17日に出航準備を完了し、ゴールド、ブルーヤンバンによる、 回復訓練の後10月29日に16回の抑止紹介を開始、1968年12月5日にスペインのロタで完了した。トーマス・ジェファーソンは1969年、70年、71年、72年、それぞれに抑止紹介を行い、70年と71年には特別任務に従事した。1972年10月20日、 ゴールド班上院が前年の特別任務の功績で主君部大賞を受賞した。1973年には2度の紹介を完了、その後帰国し6月18日から8月31日まで海軍兵学校生の訓練を担当した。その年最後の紹介は12月12日に終了した。最後の紹介となった36回目の紹介は、 大西洋において1974年1月31日から3月22日まで行われた。バージニア州ノーフォーク及びサウスカロライナ州チャールストンへの訪問の後、5月22日にニューロンドンに帰還、トーマス・ジェファーソンは太平洋艦隊に配属され、母校はカリフォルニア州バレーホに変更された。 6月7日にニューロンドンを出港、西海岸を経由して6月27日にメアアイランドに到着した。1974年7月1日、トーマス・ジェファーソンはオーバーホール及び燃料補給のため、メアアイランド海軍交渉に入居し、ポラリス A-3 ミサイル運用のための回収が行われた。作業は1975年11月17日まで継続し、 その後ワシントン州ブレマートンに向かう。1ヶ月間、ビュージェットサウンドに泊まり、続いてカリフォルニア州サンディエゴに移動した。1976年1月から3月にかけて、ブルーハンの陸民は、オーバーホール後の成長を行い、その後パナマ運河を通過、フロリダ州ケープカナベラルで、ポラリスミサイルの発射試験を行った。1976年、 サンディエゴで活動中ブルハン乗組員は、艦の電力及び推進力をすべて失った。バッテリーから電力供給を受けた艦内塔だけが点灯する中、艦は安全に港に帰還した。こうしがたい訓練計画の結果、自由のための40、訓練のための一つという新しいスローガンが作られることとなった。ゴールド艦は4月4日に上艦し、 追加のオーバーホール後の成長が行われた。その中には、ケープカナベラルでのミサイル発射、パナマ運河の通過及び、ワシントン州バンゴールでのミサイルの撤去が含まれた。トーマス・ジェファーソンは8月8日に、太平洋艦隊での抑止紹介を開始し、その後も、第15潜水船隊の一隻として1977年から78年にかけて任務を継続。 44回の抑止紹介を完了した。1981年、第一次戦略兵器制限交渉に従い、トーマス・ジェファーソンのミサイル発射装置が撤去されることとなった。ミサイル発射管には、セメントブロックが詰められ、ミサイル火器管制システム及び、管制広法システムの一部が撤去された。 トーマス・ジェファーソンは1981年3月11日に攻撃潜水艦に艦視変更され、戦体番号は SSN-618 に変更、その後は主として訓練、対潜水艦戦演習などの任務に使用された。トーマス・ジェファーソンは1985年1月24日に退役し、1986年4月30日に 除籍された。1996年10月1日にブレマートンで原子力艦再利用プログラムに従って解体が始められ、作業は1998年3月6日に完了した。ありがとうございます。